こんばんは、戦国どうでしょうでございます。さて、まあ佳境に入ってきているセゴドンですが、あの大物がついに登場です。西田敏行、セゴドン息子役にまさか、語りに続き本編出演。俳優の西田敏行さんが鈴木亮平さん主演の NHK 大河ドラマセゴドンの第39回父西郷隆盛から主人公西郷隆盛の息子吉次郎役で出演することが15日明らかになった。1990年の大河ドラマ飛ぶが如くで西郷隆盛を演じ、セゴドンでも第1回から語りを務めてきた西田さんは、まさかこういう形で出演するとは夢にも思っていなかったのでびっくりいたしましたと驚いている。第39回以降も引き続き語りを担当する西田さんは、出演オファーをいただいた時、このナレーションは菊次郎だったのか、菊次郎の目線から語りをやらせていただいてるんだと、いろんな意味で腑に落ちたというか、菊次郎目線でこれまでを見返しているとうまいことつながっているなと思った。自分の中で意図していなかったものにもかかわらず、制作者の意図を汲んでナレーションをしているんだって分かってはめられたなって、気持ちのいい騙され方をしたと話しているということでございます。ついにね、大御所西田敏行さんがご出陣ということでございますよ。もう西田さんといったら大河ドラマともう出まくってますからね。ちょっとね、振り返るだけでこんな感じで出演をしています。せっかくなんでね、面白い年表形式でお伝えしたいなと思います。1584年、西田敏行に小牧長久手の戦いで敗れる。1600年、西田敏行、真田昌幸に進軍を阻まれ、西田敏行の叱責を受ける。1603年、西田敏行、幕府を開き初代将軍になる。1605年、西田敏行に将軍職を譲り、後に駿府城に移る。1614年、西田敏行が西田敏行を、関ヶ原には遅すぎ、大阪には早すぎる、たわけ、うつけ、まぬけと怒鳴りつける。1716年、西田敏行八代将軍になるという感じで、もう、パッとね、今ここに出てる年表だけで徳川家康公、さらには秀忠公、八代の徳川吉宗というね、イメージがあるのが西田敏行さんでございます。今回は、西郷吉次郎役で登場をされることでございます。西郷吉次郎なんですが、誰かというとですね、先週ちらっと出てきましたよ、あの相方さんかなのとの間に生まれた第一子の長男になるわけなんですね。最終的には京都市長をやられるような方にはなるんですけど、西南戦争で足を負傷されてしまうということなんでね、西南戦争にも参加しておられる人物でございます。まあ大御所のね登場ということで、すっごい重たい演技を見せてくれるんでしょうけどね、1話では西郷隆盛、いや違うな、最後柔道の直系の子孫かなの方も出てらっしゃいましたし、今回の西田敏行さんは以前西郷隆盛を演じられた方ということでね、まあ関係する人物がいろいろ出てきて面白い大河の展開を迎えそうでございます。ということで、今宵のどうでしょうはこれまででございます。